はい、こんにちは。ほにたんです、はい。もーちゃんです。はい、オーストリッチーズキッチンです。はい、新しい、はい、始まりましたね。第1回目ということで、はい、今回は、何を作りますか？ダチョウのガラ。はい、ガラ。で、だしを取ったスープを使って、ラーメンを作ってみたいと思います。イエーイ。はい。はい、気になる材料紹介です。はい、まずは基本の調味料たち、お醤油ベースですね。はい、醤油に、お酒、みりん、ごま油、大事な生麺、薬味の生姜とネギ、こちらはスープに使うニンニクです。ガラがダチョウ要素ですね。はいはいはい。ダチョウのガラ、ダチョウのガラとは一体、私たちも初めて見る。はい、でかこれはどこだろう。あ、切られてるから、あの膝かな。でか、膝下だと思われます。でかいね。お肉とちょっと油がついていいお出汁が、ね、出るといいですね。はい、で最後にこちらのフィレ肉はラーメンのトッピングとしてチャーシューもね作ってみようということで。そうですね、ダチョウチャーシューのためのフィレ肉です。はい、以上のこの材料で初めてながらラーメンを作ってみたいと思います。はい、早速ガラを洗っていきます。血合いや内臓を洗い流す。はいはいはい。こういうとこ？ちょっと見て、そうかね、血が、赤く血が見えるところは取ってしまう。こんな感じで。はい。はい、血合いを取ったつもりです。ということで、洗ったガラとお鍋を用意しまして、はい。グツグツ煮ていこうと思います。さあ、ガラを投入します。おうおう。ああ、全部入らない。なんか、すごいいろいろ浮いてきましたね。これがアク？アクかな？血がいっぱい出てきましたよ。ああ、ほんとだ。そろそろかな。これでまたお湯を洗いに行けばいいんですよ。そうです。もう、血が出てきたからそれを。そうだね。中どうなってます？うんうん。中も出すんですか？でも血が混ざっちゃうのはよろしくないよね。先ほど一本だと入らなかった、入らなかったガラを、すごい、僕がこれでこれすごいですね。やりました。割れると思ってなかったです。まだ中になんか肝が詰まってるので、うんうん、ちょっと洗って、うん、おお、なにこれ、これ中が見えました。おお、最後まで水たっぷり。大丈夫。でも綺麗になったな。はい、はい、牛刀で折りましたガラを、次はお鍋に 1200cc の水を張って入れて、動画今持ってきてくれた、はい、ネギを切って、はい、全部お鍋にぶち込みます。はい、入れちゃおう。入れましょう。はい、おお、いいね、さすがポイント。生姜、はい、そしてここに 1200ml の、はい、ちゃんとやってる風。確かに。はい、ネギと生姜がこのダチョウの骨から出た酸味でさっぱりなくしてくれるんじゃないですかね。なんかこれだけでなんかを良さげ。あ、生姜のいい香りがします ね。さて、さて投入。まあ、だいたい使ったかなっていう感じです。はい。で、あとは、ひたすら火にかけて、出てくるアクを取ると。とってもいい匂い。うん、ねえ。今、煮出して20分ぐらいですかね。骨の油が染み出してるか。で、アクをさっきごめん取っちゃったんですけど、はいはいはい。意外とちょっとしか出てこない。なんか、丹念に洗った感じがありますね。そうそうそう。旨味まで逃げてないことを祈り、定期的にアク取りをします。いい匂い。すごいよ。みんなにね、嗅がせてあげたい。画面じゃ伝わらないですね。時間が経ちましたので、具材をまずのけます。はい、力技。なんて簡単なんでしょうか。いい香りだよね。ね、本当に。コンソメとか何も入れてないけどね。うんうん。から 100%。はい、次の工程に入ります。はい、ザルにキッチンペーパーを敷いたものに、うん、こちらの鍋のスープを入れて不純物をこします。
きます。はい。あ、軽い。お、うまいぞ。あ、これでね、油が除去されていくと。そうだね。うん、ほら、美しいよ。ほんとだ、いいスープだ。綺麗、とっても綺麗。そしていい匂いね。というところで、ダチョウ柄スープは、はい、終了です。です。はい、引き続きラーメンのトッピングの要ともいえるチャーシューをダチョウのお肉で作っていきます。まずはチャーシューの漬け汁をね、うんうん、いきます。はい、料理酒 50ml、 料理酒を煮立ちさせます。煮立ちよってゆく。確かに。お醤油を加えます。醤油も 50cc です。漬けだれはなんとシンプルな、この材料だけ。なぬ。はい、今回はちょっとフィレ肉を使いましょう。ジップロックを用意して、この醤油だれを入れます。はい、入りました。いい匂いです。うん、これは水につけながら抜くと空気が抜けるのでいいんですよね。水に入れながら、水が入らないようにだけ注意ですね。こんな感じで。いいですね。なるべく肉が浸かるようにこうして、ではこの状態で一晩寝かします。冷蔵庫で。はい、はい、日にちが変わりました。2日目です。鍋にはお湯が沸いてます。今日はまず昨日漬け込んだダチョウのフィレ肉、こいつをね、ちゃんとしたチャーシューにしていきます。はい、いいよ。もう沸騰しているから弱火にします。はい、あの5分これで煮たらそのまま30分放置ですね。もう美味しそうですね。ね、匂いはもう、はい、はい、5分経ちましたので火を消して、30分ぐらい放置。 OK、はい、はい、続きまして、はい、昨日作ったダチョウ柄スープ、はい、これでスープの出汁を作りまた、うん、違う、ラーメンのスープを作ります。はい、よ、600cc。 はい、と、調味料ですね。みりん大さじ2杯。大さじ、力を落とすか。よいしょ。と、お醤油は大さじ2と1/2。大さじ2と1/2。1杯。はい、はい、いいか、うん、ちょっと多いですけども。で、ごま油大さじ1/2杯。はいはいはい。おー、なんかラーメンスープっぽい。そしてこれを煮立たせます。中火で一回沸騰させて、もうスープはそれで完成のようです。へえ、いい香り。よし、スープを作ってる間に何を切っちゃう、切っちゃいますか。ちょっと、いや中もネギみたいな。ダチョウ柄スープ、金色に輝くその水面も、はい、だんだん沸騰してまいりました。おお、はい、はい、ネギは、ネギは適当に輪切り。はい、沸騰しましたので、これでスープは完成。完成。美味しそう。美味しそう。塩も作っちゃう。作れる。うん、だしいっぱいあるし。よし、作ろう。ということで、はい、ということで醤油はさようなら、また放置。はい、次は塩ラーメン用のスープをまた作ります。はい、まあ、スープはきっと大丈夫。ごま油小さじ1、メープルシロップ、油と、ごま油を入れるだけでもうそれ濃くなる。そしてお塩小さじ1/3。難しい。これでやっても多分出ないよね。そしてもうよく混ぜ合わせるだけです。塩ラーメンは簡単だな。ね、塩ともう鶏ガラスープと油。いや、でもこれも美味しそう。いい色ですね。ね、昨日頑張ったからな。主にコニタンがガンガンとあれが一番大変だった。確かに。でしょ。よし、はい、そしたらもう完成だ。あとはチャーシューを待つのに、あ、麺を茹でなくて。